の車両金ヶ崎町電園バス日のレインボー RB 過去の車両金ヶ崎町電園バスは岩手県伊沢郡金ヶ崎町が運行するコミュニティバスである2000年5月8日に運行開始した金ヶ崎町健康福祉バスを前身とする2004年5月6日より金ヶ崎町電園バスへ移行した運行は健康福祉バス時代から株式会社北斗交通に委託されている 2000年5月8日に、金ヶ崎町健康福祉バスとして、北斗交通が運行を受託し、大型バス2台、5路線で、運行開始した。2004年5月6日より、金ヶ崎町電園バスへ移行して引き続き、北斗交通が運行を受託し、大型バス2台、小型バス1台、6路線で、運行開始した。以下の6路線が運行されている。 JR 東北本線金ヶ崎駅と金ヶ崎町、行き街交流センターなどの公共施設、イオンスーパーセンター金ヶ崎店や個人商店などを結んでいる。当期は一部路線で運行区間の変更や短縮がある。三台の車両を使用し、一台で二路線を担当する運用になっている。トヨタハイエース、三菱ふそローザ、 トヨタコースターが使用される。2018年12月、新型車両としてトヨタコースターが導入された。ありがとうございます。